はい、なみさん、はい、YouTube です。はい、お願いします。お願いします。今回も皆さんからいただいている、はい、質問コメントを、はい、ちょっとねピックアップしてきましたので、はい、パンパンいきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ1問目ね。はい、よく中学生の野球部ではうまいけど態度悪いグループ、うん、下手だけど一生懸命グループ、かっこうまくて一生懸命も、みたいな派閥分けみたいなのがありますが、プロ野球でもチーム内の派閥分けはあるのでしょうか。その一生懸命やる人たちと、うん、ちょっとこう手を抜きながらやる人たちっていうところやね、うん、これはね、うん、あるよ。ある、うん、プロ野球でもある。ほうほう、ていうか全然ある、はいはいはい、ある、うん、ただね、その学生野球の場合っていうのは、うん、なんていうかな、そのね、もちろん実力とかっていうところもありつつ、うんね、そのチームワークっていうところを大切にするからさ、うん、その頑張ってる人にチャンスを与えるというかさ、はいはいはい、そういうのがまあ一番大きいところにあるやん、うんうん、ただプロ野球の場合はやっぱり結果が全てやねん、うんうん、だからね、その正直チャランポランにやってても、うん、結果が残せてる選手はそれでいいねん、うん、まあそうやな。そう、あ、なるほどな。そう、それでいいねん、結果が全てやから。そう、いくら頑張ってても結果が出ない選手はダメやねん、うんうん、ダメやね、もうはっきりとダメやねん、うんうん、ただただやで、うん、そのどっちの方がなんていうかな、チャンスがあるのか、うんうんうん、っていうとやっぱり一生懸命頑張って出る人たちの方がチャンスは多く与えられやすい、うん、まあそうやな、人は見てるからな。そう、うん、し、ね、じゃあどっちかをその戦力外にしないといけないですっていう状況になった時には、うんね、頑張ってる人たちの方が残れるよ、うん、まあそりゃそうやわな。あ、そう、なるほどなるほど。これはもう自己責任ってところね、はい、うん、わかりました。はい、はい、じゃあ次ね。はい、なみさん質問です。はい、打者が投球間でバッティンググローブのマジックテープを毎回毎回外して付け直すシーンをよく見るのですが、どうして毎回毎回やるのですか。そんなに毎回緩むのですか。それとも何かしら手を動かしておきたくて無意識にやっているのですか。確かに見るね、うん、見ますね。これはね、うん、まあ癖っていうのがね、うん、大きいんやけど、うん、確かにね、うん、こうスイングとかファールとか空振りとかするやん、うん、確かにね、うん、緩むような気もする、緩んでるような気もするかな、うん、だからね、だからもう一回ペリってやって付け直して仕切り直しみたいな。そう、そういう感じかな。そう、うん、だからちょっとこう、あ、緩くなったなみたいなことが、ね、ほんまちょっとでも気になったらこれやった方がいいや、うん、うん、とかね、うん、まあ、あとは癖やね、まあ、そうね、そう、まあ、ルーティーンにもなってるのかな、まあ、ルーティーンっていうところも大きいよね、うん、ただ実際にほんまにあの、ね、プロ野球のバットってキアン、うん、で、あのスプレー松ヤニやね、はいはい、あれ結構こうガチガチにしてる人多いからさ、うん、はいはい、ほんまに一回バーってスイングしただけでこれズルってちょっとずれたりもすんねんな、はいはい、だからそれをそのズレを戻す、うんうん、ペリってやって一回キュッて奥までまた指を入れ直して締め直すっていうね、うん、ところもあるからさ、はいはいはい、うん、なるほどね、はい、まあ、確かにでも 見ますよね、見るね、うん、僕も確かね、空振りとかやってる時、空振りとかした時はやったかな、うん、うん、なるほど、繊細なところ、ちょっとしたところがやっぱ気になったりするんだよな。なるほど、はい、もう最近では革手すらつけないですもんね。つける機会もないからね、うん、はい、わかりました。次いきます、はい、こんにちは、今波さんに質問です、はい、選手から観客席を見るとお客さんが美味しそうにビールを飲んでいたり、お弁当やおつまみを食べている様子をどのように思っていますか。羨ましいと思っているのか、こっちは暑い中でプレーしているのに不愉快に思うのか、果たしてどんな感情なのか教えてください。これはね、うん、正直ね、全然気にならない。気にならない、気にならない。見えてんの。いや、見えてない。あ、本当。あのね、球場によってはあのエキサイトシート、あ、ありますね、ってあるやん、ああいうやつね、うん、あの、はい、近いところの人たちは、うん、見えたりすんねん、はいはいはい、ただ何食べてても気にはならへん、うん、ならへん、全然ならへん。めちゃめちゃ大好物でもない。、ね、
あのね、僕現役の時ね、うん、思ってたのが、うん、あのサードとかさファーストとか守ってる時に、うん、エキサイトシートにファールフライ、はいはいはい、飛んでそこにこう行くとするやん、うんうん、でこうフェンス近くまで行ったら、うん、そのお客さんが、うん、あの飲んでる飲み物とかポテトとかもしあったとしたら、うん、それをひょいってこう食べたろうかなってずっと思ってたあのメジャーリーグの試合とかで僕見たことあってさ、そのニュースとかでさ、でそういうのあれいいなと思ってだからいつかチャンスあったらやったろうって思ってたけど、はい、その機会なく引退したんで、なるほどね一本いいっすか言ってそうそうそう確かに面白いかもしれない、はい、なるほど、まあ、うん、気になりませんよと。気にはなりません。はい、はいはい、次、ナミさん質問です、はい、主力選手を休ませながらシーズンを戦うのとスタメンローテーションを固定して全試合フルで戦うこと、どちらがシーズンを戦う上で有効だと思いますか。シーズンを戦う上で有効なのは、うん、主力を休ませながら戦うっていうのがまあ有効かなと。ほうほうほう、うん、ただそのね、どっちの方が戦力的に上なのって、うん、まあ、単純に考えた時に、うん、そうスタメンで固定してるんだったらそれで143試合戦い続けた方がチームが一番いい状態、うん、いいというかさ、一番戦力が高いと思う人たちが出るのがスタメンや、うん、だからみんな143試合そのスタメンの人たちが出続けた方がチーム力は高いはず、その方が勝てると思う、うんうん、ただ、まあ、そそう、うん、143試合って長丁場考えた時に、うん、やっぱ各ねその年齢、主力選手の年齢とかもあるし、疲れの溜まり方とか、うんうん、あと怪我への耐性、うんうんうん、っていうところもあるから、まあ、休ませながらっていうところもあるし、うん、あとはそのねスタメン143試合全員固定して出した時に、うん、控え選手のモチベーションってなくなるよね。まあそうやわな、うん、だからこういう控え選手のモチベーションを高めるとか、うんうん、で控え選手が調子がねそこで良ければ、うん、今度スタメンでレギュラーで出てる人たちが、うん、あ俺もうちょっとやらなあかんのかな、まあ、みたいな競争意識とかな、そうだからお尻を叩くじゃないけど、はいはいはい、うん、そういった意味合いもあるからさ、まあ、あとあれよな、次の世代も育てていかなあかんわけやもんな、うん、まあ、そういうこともあるよね。だからまあね、消化ゲームとかになるとあからさまにその次の世代とかっていうふうに移行するけど、まあ、シーズン中には基本的には次の世代をなんとかしてっていうのはあまりないかなと思うしね、はい、だからまあ勝つことだけを考えたら、うん、もうそれは上手い人だけのレギュラーメンバーでずっと戦えたらそれ一番勝てるやろうけど、ちょっと現実的ではなさそうっていう感じ。そうやね、短期決戦ではないからね、うん、プロ野球の場合は。はい、わかりました、次ね、はい、質問なんですが、動画の内容が野球の勉強になるなと、今波さんが判断した時は、あ、はいはい、波さんがアップしてる動画のことやね、うん、この動画勉強になるなと、うん、今波さんが判断した時はゴリラの選手の皆さんには視聴を勧めるのですか。だから今監督してるチームの選手たちやね、うん、に、この動画見とけよとお前らのためになるから見ときなさいとって言うのかどうかってことです。なるほどね、はい、ちょっと想像してみてくださいね、はいはい、僕が朝グラウンド行きましたと、うん、でゴリラクリニックベースボールの選手たちがいますと、はい、でミーティングで朝のミーティングね、朝のミーティングでね、あ、おはよう、うん、昨日、ありがとうございます、昨日さ、はい、俺あげた動画さ、はい、あれめっちゃええ動画やからさ、はい、見てな、はい、やばくないマジキモいなその監督っていうことは言わないですよ。言わないんだ。言わない、あ、まあ言わんでも見てくれてますよねそれは当然ねえそうでしょ、いやそう思いたいんやけどねただ見てくれてる人も何人かおるし、あ、本当、あの最近ね、あの、うん、他のチーム、他の企業のチームとかさ、うん、あの試合するときに、うん、いつも見てますとか、おー、言ってくださるんや、うん、いついつの何々の動画、うん、あのすごい参考にしてもらって、参考にさせてもらってますとか、うん、あれ見てめっちゃ調子いいですとか、あかんやん言われることも増えてます。あ、そうなんや、まあ、見てくれてね、判断ね、いやだからね、まあ、そういうのを聞くと嬉しいなって、本当素直に嬉しいなって思う反面、 うちの試合はやめてよって、うん、そうだね、うん、思うかな。なるほど、じゃあ、はい、これは言わないと。言わないけど見てくれてる選手は見てくれて、あの僕に、あの感想を伝えてくれます。わ、かりました、はい、じゃあ次ね、ナミさんこんばんは、ナミさん、すね毛綺麗だけど選手はみんな処理してるんですか、うん、脱毛サロンに行くとしたらシーズンオフですか。
ああこれはね、プロ野球選手、やってる人も結構おるよ。脱毛、脱毛とかね、だから美容に関心がある選手っていうのは結構おる。てか、もう年々すごいペースで増えてきてる。すっごい増えてる。あ、そうなんや。し、これがね、シーズンオフに行くのかっていうと、いや全然シーズン中行ってますよ。全然行けるしね。あ、そう。はい。っていうところかな。じゃあ結構脱毛してる選手も多くなってきてる。そうやね。多くなってるね。ほんまに多くなってる。なるほど。で、僕もちょっとね、気を使いながら生活してます。生活してます。何、脱毛してるんですか？いや、脱毛はね、もともと薄いよね。僕もともと薄いんでね、そんなもうガンガンやる必要もないかなと思うんですけどね。なるほど。だからそんな際どい短パンを履けるってことだよね。いや、そのコメント結構もらうから。いや、これ角度の問題ですよ、角度。ほんま？全然、大丈夫ですよ。はい。アイムウェアリングですよ。そう、まあ、あのね、安村さんが海外で、はい、ね、あれですけど、はい、次いきますね、ラスト、はい、奇出かもしれないですが、はい、左右ジグザグ打線って意味ありますか？ああ、右バッター、はいはい、左バッター、右バッター左バッターね、はい、これね、結構僕ね、いろんなところで聞かれたりすんね、はいはい、これはね、プロ野球レベルでは意味ある、うん、ある、プロ野球レベルって言ったのが、そのプロ野球の場合って中継ぎ抑えとか、ワンポイントとかっていうのは確立されてるのね、はいはいはい、だから言ってみたらワンポイントっていうところを防ぎたいというか、だからもう左キラーみたいなさ、左バッターキラーみたいなピッチャーが各球団にいたりするんだよな、でこれが左が続いてたら相手チームって出しやすいね。そうかそうかそうか、出しやすい、はいはい、ただこれジグザグになってたら一人抑えたらもうそのピッチャーお役御免でいなくなるわけやん、じゃあそこに代打の左バッターとっておきを出しましょうと、っていう駆け引きがもうその時点で始まってんねんな。なるほどなるほど、だからそういった意味で、まあ、プロ野球の場合は有効っていう、確かにアマチュア野球でそういう選手起用とかあんまないですもんね。そうやね、だから、まあ、プロ野球の場合には有効といったのがここ。なるほど、そう、先発ピッチャーが降りた後のこととかを考えると、まあ、ジグザグに組んでた方が、まあ、有利というかさ、相手になんていうかな、いい作戦を与えにくくなる、っていうところやね。なるほど、分かりました、はい、以上です、今日は。わかりました、はい、ということでいかがでしょうか、はい、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。